かれそうになったことがあるんですけど、本当に自分も気をつけないとなというふうに思いました、ね、僕もよくまめちゃんと夜の散歩に行くんですけど、うん、反射材とか明るい服を着るとかする工夫が必要だなと思いました、ね、確かに。ぜひこういう機会に交通安全への意識を強く高めていってほしいなって思います。